純文弱最大万長殿。あ、純育、あざ名は文尺。名門純氏の出身で、純友の同族である。元は炎章に仕えていたが、その器を見限り、彼の元を離れた。その後、曹操こそ乱世を収束できる人物と見込み仕官。名門ならではの人脈を生かし、祭神たちを次々と推挙した。そんな折、曹操の父曹操が徐州の刀剣の部下に撃たれてしまう。王佐の才と称えられる純育の力が求められようとしていた。へえ、純友殿も行く。私が殿に推挙いたしました。光達殿は一族でも。戯れが過ぎましたね。いいもの揃ってますよ。ありがとうございました。いいもの揃ってますよ。ありがとうございました。
いらっしゃい。毎度どうも。馬がご入用で。またお待ちしてます。この地は私が制しました。
いらっしゃい。毎度どうも。
です。戯れが過ぎましたね。戯れが過ぎましたね。
戯れが過ぎましたね。お主ら刀剣を打ち徐州を我が手に収める。おのおのその才を大いに発揮せよ。おいおい、避けたかったが、もはや覚悟を決めねばならぬようだ。憎しみに支配され、戦を起こす。このような男に、助手は奪わせぬ。狙いは定まった。敵の足場を崩し、戦意を損。戯れが過ぎましたね。敵を蹴散らせ。我らの進む先は誰にも阻まれぬ。支援で助手を踏み荒らすか。そうそう、貴様のような男に負けるとは。今はどのような組織に向かうか。それでも死なねばならぬのだ。助手制圧も時間の問題だな。軍師純育、戦況はどうなっている？牧羊と帝都は落ちました。進め！立ちはだかる者は全て切り伏せよ。
召し上がりますか？またのお越しを。何を召し上がりますか？またのお越しを。揃ってますよ。ありがとうございました。ようこそ、いらっしゃいまし。今後ともごひいきに。行くぞ。今こそ敵の要所を叩く。地の攻防は戦局を左右しうる。私たちで守るぞ。曹操軍の皆様、ここはもはや緑殿の城。速やかにお引き取り願いましょう。裏切り者が抜け抜けと。ここは殿のもんだ。とっとと出てけ。ここまで攻め込まれるとは。急ぎ策を講じなければなりませんが。ザクなどいない。あの程度のザク、この俺がひねりつぶしてやる。行くぞ。今こそ敵の要所を叩く。あそこは敵にはもったいねえ。俺らがいただいちまおうぜ。戯れが過ぎましたね。お別れです。守りは我らが受け持とう。決して何者にも抜かせはせぬぞ。くだらん。この程度の仕様貴様らにくれてやろう。よし、俺たちの勝ちだ。いやー、北陽を取り返せてホッとしたぜ。無事
なあ、純也。おお、曹操殿。陛下。お別れです。この馬車はもしや帝殿。お前、誰が乗ってるのか中を見せろ。振り切れぬか。やむを得ん。倒さねばならんな。強い。俺たちじゃ太刀打ちできないか。安全は確保されたな。進軍を再開せよ。この立派な馬車、間違いねえ。おとなしく帝を置いていきやがれ。不届き者め、ここに討ち取ってくれよ。待てよ。ここまでか。手ぶらで帰ることになるとはな。安全は確保されたな。進軍を再開せよ。もらうぞ。お別れです。帝を狙っている者は大勢いる。せいぜいうまくやるのだな。これで洛陽の安全は確保された。あとは巨匠への道を開くのみよ。ここならば陛下の安全は守られましょう。護衛とともにこちらにお隠れください。道を開いた後にお迎えに上がります。それまでしばしご辛抱。うん、面倒をかけるな。くれぐれもよろしく頼むぞ。引いた。その光陵に関羽がやすやすと入ったことで孫劉同盟に亀裂が生じる。全ては魏の未来を安泰にするための計略であった。淳育は確かに曹操から軍師を外された。だが乱世の収束のために何を言われようと手を打ち続ける。それが淳育の選んだ道であった。彼は心に決意を秘め巨匠にて曹操と対面する。こたびの活躍はお主なりの謝罪の意ということか。いいえ、魏公につき帝を超える権力を持つのは断りに反すること。私は今でもそう考えています。ですが殿のために力を尽くすという決意は変わりません。乱世の収束、そこへの近道は殿に天下を取っていただくことですから。ほう、
お主の望みのためにわしを利用すると。そう取っていただいても構いません。王様の最後。